はい、どうもこんにちは。世界史一問一答第4回目になります。それでは早速問いの一番をやっていきましょう。コンスタンティヌス大帝が作らせ東ローマ帝国の時代まで使用された金貨の名前を何というか。さあ、これを考えてみましょう。どうぞ。はい。答えです。 飲みすま金貨ですね。飲みすま金貨。はい。OK。じゃあ、えー、次。問いの2番。丸ツで答えよう。ということで。はい。じゃあ問題見てください。モーセ立法を厳格に守ろうとするユダヤ教の一派をユリウス派というと。はい。 ユリウス派という、はい、合ってるかどうか考えて。はい、じゃあ答えいきます。はい、ユリウス派ではなく、パリサイ派ですね。うん。はい、まあ、厳格なね、映パリサイ派と言います。 で、このパリサイ派に反発したのが、あの、イエスだったよね。はい。いいかな。じゃあ、えー、次の問題行ってみましょう。問いの3番です。キリスト教を含め、すべての宗教の信仰の自由を認めた、えー、313年の直令を何というか。うん。まあ キリスト教の公認ですよね。キリスト教の公認をした313年の直例を何というか。さあ考えてみよう。はい。答えは、ミラノ直例ですね。 誰が出したかというと、コンスタンティヌス帝だったよね。で、えー、392年のやつ覚えてる ?392 年はキリスト教国教科、ねえー。テオドシウス帝でした。 ちなみに、あの、ディオクレティアヌステっていうね、えー、皇帝の時は、キリスト教を弾圧されていました、まあ。そういった弾圧公認国教化の流れを、今一度確認しておいてください。えー、それでは、えー、4番目の問題に行きたいと思います。問いの4番です。キリスト教徒の礼拝所として使用されていた地下墓所を何というか、 ね、えー、まあ、隠れて祈りの場としていたようなところですよね。キリスト教を、まあ、抑圧していた時代に、キリスト教の信者、信徒たちが、えー、隠れて信仰を守っていたところ。はい、それを何というか。はい、考えてみよう。はい、答えわかりましたか はい。カタコンベと言います。まあ、こういったところで信仰を守り続けてきたわけですね。はい。じゃあ次の問題です。問いの5番ね。はい。まるに入る言葉を答えよ325年のホニャララ公会議で、アタナシウスハキリスト教が正当とされたとありますよね。 はい。じゃあ、この三百3 2 5年の公会議に入る言葉を考えてみてください。はい。答えいきます。はい。2K や公会議ですね。えー、そうね。えー、2K や公会議の他に、 ね。ニケア公会議のほか、エフェソス公会議とか、カルケドン公会議とかあるから、まあ、こういったところもね、えー、合わせて言えるようにしておいてください。うん。エフェソス公会議では、あのネストリウス派キリスト教っていうのが異端になったから、えー、そういうのとかもね、えー、大事ですね。 あと、アタナシウス派っていう、この正統派、そもそも分かってますかどんなやつか。父なる神、子なる,子なるキリスト、そして聖霊。 死なる神子なるキリスト、聖霊が三味一体であるっていう。まあ、三者は三者なんだけども、でも不可分で一体であるっていうね。三味一体説という考え方。これがキリスト教のカトリック教会の政党とされるアタナシウス派キリスト教です。いいですかはい。だからこれに反するのは全部異端という扱いになりますからね。 次の問題。問いの6番。カルケドン公会議で異端とされたイエスに神聖のみを認める説の名称な何というか。はい、考えてみて。はい、答えいきます。単正論ですね。うん。端正論はね、エジプトのコプト教会とかに。 え、流れていますよ。この単性論のね、えー、考え方。はい、次。問いの7番。対比列伝の著者は誰か。対比列伝の著者は誰か。はい、考えてみよう。<noise> はい、えー、答え。答えは プルタルコスですね。プルタルコス。いい、プルタルコスね。じゃあ、えー、次、最後の問題です。問いの8番。告白録、神の国の著者は誰かじゃあ、これ考えてみましょう。 はい、わかったさあ、じゃあ答え見ていきます。アウグスティヌスですね。アウグスティヌス。まあ、この人を、えー、っと、恐怖なんて言われてますよね。キリスト教の教えを、ね、広めることに、 えー、大変貢献した人だということになります。はい。まあじゃあ今回は以上ということになります。ありがとうございました。はい。お疲れ様でした。今回わからなかったこととかがもしあれば、必ずその日のうちに用語集や資料集を確認して復習してください。その地道な復習が次の勉強につながっていきます。では、頑張りましょう